囚人道路とは、明治二十年代頃の北海道各地において、囚人たちの労働力によって建設された道路の俗称である。明治政府は、原野が広がり、未開の地であった北海道の開拓と整備を推し進めるために、急務であった道路建設に、屯田兵や入植者たちが労働に携わっていたが、特に原子林に覆われた島内の北部や東部の奥地に進むためには、 道路建設が不可欠で、大変な労働力と多額の費用を必要としたことから考え出されたのは、囚人たちを労働力として刺激させることであった。当時は、明治政府に反対する自由民権運動に関わった政治犯など、現代日本の法律では罪に問われないような人々が、思想犯として逮捕され、囚人が急増したことから、収容施設増設と北海道開拓のために、 道内に囚時間が次々に作られ、それら囚人たちの労働力によって改作されて作られた道路が、後に囚人道路と呼ばれるようになった。1887年から1891年にかけて囚人労働によって改作された道路の延長は170里余りで同じ期間中に新設された北海道の道路全体延長308里余りのうち、 55%強を占めた。気候も厳しく、ヒグマが行き来する未開の原野や密林に道路を切り開く工事は、機械によらない手作業で全て行われており、その上、開作地に食料が届かないことも多く困難を極めたと伝えられている。特に、石狩平野を横切る月型一基地間の、カバト街道と上川網走間の中央道路の開作工事における、 囚人労働は悲惨を極めた。金子健太郎。北海道の開拓について復命した北海道三県準市復命書は道内の道路建設に州都を刺激することを進言した。明治維新後、改革や戊辰戦争などの変動期を経て日本近代化のために明治新政府が推し進める改革政治に対する不満や意見の相違から日本各地で 佐賀の乱や西南戦争などの内乱が相次ぎ、犯罪者も急増したことで、国族と呼ばれた多くの人々が国事犯、政治犯として逮捕されていった。度重なる戦乱で国民は困窮し、犯罪を犯す者が後を絶たず、囚人数は1885年には過去最高の8万9000人まで膨れ上がった。日本国内にある囚事官だけでは、 中央人民を越えてしまうため、次々と新しい州時間を作らなければ追いつかない状況の中、百七十九年にはすでに当時内務省の長官だった伊藤博文が州都流刑地として北海道への州時間設置を解いていた。一方、開国して間もない日本は進んだ文化を持った西欧の列強諸国に追いつき追い越せとばかりに不国強兵政策をとっていたため、 経済発展のためには未開地のエゾ地の開拓は必要であった。この当時、シベリアサハリンカムチャツカを植民地とし、さらに不登校を求めて南下政策を取るロシア帝国の脅威からエゾ地を守るため、1869年より明治政府は軍事上の理由からエゾ地を北海道と改名して島内に開拓市を置いていた。明治初期の北海道、特に 道東地域は、海辺から内陸に入る道路は皆無と言って良い状況で、奥地に入るためには、必ずアイヌの道案内が必要であった。北海道開拓は、支給の命題であり、そのためにはまず手はじめに、人員や資材の運搬路となる道路を建設することが必要であった。岩村道都市、北海道開拓道路事業の拡充には、 北海道庁所大長官となった岩村の意向が強く働いていた。1879年に伊藤博文が作成した県議所都流領周発使い地先もご予定省制度伺いにより明治政府は多くの囚人にと田兵入職に先立って開墾させるため北海道に移送させる政策を取った。囚人の多くは政治犯として逮捕された氏族であったという。 明治政府にとって未開地であった北海道に政府が進める改革に反対運動を起こし危険分子とみなされた国族や政治犯として逮捕された人々を社会から隔離しておくことは好都合でありまた北海道開発のために道路工事の作業員としてシュートを使えば費用が安く上がるという理由から膨れ上がる囚人の収容所問題の解決と合わせて時計、流刑 懲役計12年以上のものを交禁する、州次官を北海道の地に求めた。内務省の発案で、1881年に、石狩国カバト軍スバイトフト市に、カバト州次官が北海道に置かれたのを皮切りに、翌1882年には、同国空知軍一基地に、空知州次官、1885年には、釧路国河上軍熊牛村に、 釧路州時間が会長し、全国6州時間のうち3箇所が北海道に開設される。さらに1890年釧路州時間の文館として、あばしりにあばしり州都外役所が置かれ、その後、下帯広にも釧路文館帯広外役所が置かれるなど、北海道の各地に次々と州時間が作られていった。北海道に州時間が置かれた目的は、 助手が送られなかった点を含めて、老役にあったことが明らかであったと言われている。1885年、伊藤博文の側近で大乗大書記官を務めた金子健太郎が、北海道各地を視察した上で政策を検白した北海道三県巡視副名所は、囚人たちの運命に大きな影響を与えることになった。金子は、 この覆名書の中で道路改削のために囚人を利用することを進言したからである。1886年北海道庁設置による開拓政策の転換によって道路改削が重要視されると翌1887年5月全道軍区長会議において全道機関道路の計画が示され第一に札幌を起点として空地、上川から釧路 根室に至る道路第二に、カバトから日本海側の北ましけに至る道路第三に、釧路からあ走りに至る道路の新設がうたわれた。北海道のインフラ整備でその中心となった道路事業の必要性を強く主張したのは、初代の北海道庁長官となった岩村道とである。岩村はこれら3つの道路を整備することで、 北海道全体の交通網を一挙に整備しようと考え、そして岩村の構想を実現するために、それら開拓道路改策のための労働力として、道内各地の監獄の囚人たちが作業現場へと次々に送り込まれていった。その労働は過酷なもので、景気を終えても帰らせてもらえないものも少なくなかったと言われている。中央横断道路とも呼ばれる。 札幌旭川北宮網走を結ぶために開削された道路で1887年の全道軍区長会議において示された全道機関道路の計画の第一項で歌われた札幌を起点として空地、上川から釧路、根室に至る道路の一部にあたる区間により三笠市一吉旭川間は上川道路旭川あばしり間は 北見道路という道路名でも呼ばれる。ロシアの南下政策に対抗するために、明治政府が軍事道路として建設したもので、中央道路改作工事に際し不足する労働力を補うために、網リ監獄や空地州時間から囚人たちが借り出された。不衛生な仮り子や暮らしと足に鎖をつけた状態で酷使され続けた囚人たちの中から、 多くの犠牲者を出す惨状を招いたことから、一般に、囚人道路といえば、岩見沢伊勢を除く、中央道路のことを指すことが多い。一期とも中別府都市を結ぶ道路で、石狩道路とも呼ばれる。現在の国道12号線の大半に相当し、札幌、岩見沢間は、囚人が改作した道路ではない。1886年4月に、 北海道庁初代長官の岩村道都が、同庁役人、高畑俊義と川渡修士官の二代目、天国、安村春高に、一木とも中別太島を結ぶ上川仮道路の改作を命じたのが端緒である。空地修士官と川渡修士官による共同事業で、石狩川支流の空地川を境に、中別太島でを、川渡修士官が、空地川から一木ともまでは、 空地修時間が担当した。現在における、滝川市美梅市間の国道12号は、日本一長い直線道路として知られているが、この区間の道路建設には、カバト修時間のシュートたちが借り出され、3ヶ月で完成させたと言われる。石狩川のカムイコタンは特に難所続きのために、現場からは迂回の願いが提出されたりもしたが、1883年から、 終時間天国となった安村からは、ひたすら突き進めという命令が下されるだけであった。昼夜を問わず、おびただしい数のぬかかやぶよが襲い、狼やヒグマの恐怖と戦いながら、十分な食料も与えられないままの劣悪な環境下での作業のため、病気や怪我人が続出し、正確には記録のない数の犠牲者を出し続けた。三里ごとに、 外役所を設けながら200人を一段とする囚人たちによってすべてが人力による特管工事が続けられた結果、1886年5月の着工からわずか4ヶ月余りで仮道が全線開通。その翌1887年から本工事が行われて1889年に完成した月型カバト博物館には、 カバト州時間の歴史資料が保存及び展示されており、北海道の道路の過去の歴史を知ることができる。上川道路開通後に開作された旭川から網走に至る全長2 1 7キロメートルに達した道路で、現在では北見峠生田原が国道333号、生田原サロマ間は強立峠、サロマルベシベ間が道々103号、 ルベシュベ北見日ナ内館が国道39号、日ナ・ヤ矢橋リ館が道道104号にそれぞれ相当する。長山武四郎トンでん平成度早々期でもある1888年に第2代北海道長官時代となった薩摩出身である長山武四郎は急務であったロシア南下政策に対抗するための北見道路の改作工事を行うこととした。 上川道路に引き続き川戸修士官と空木修士官が担当したほか、1890年に串路修士官から網走へ約1200人の囚人の大移動が行われ、その収容所である串路監獄所網走州都外役所が作られてからは、労働力として州都たちを服役させるために約1400人が現場へ送り込まれた。上川道路にも増した南高寺で、 道央とオホーツク海沿岸を結ぶ道路改作工事は、険しい自然の地理的条件と野生動物のヒグマとの戦いであったと言われており、囚人労働史上で最も悲惨な事例とされている。1891年4月の雪解けを待って5月から、原始林に借り出され、斧を振りかざし大木を切り倒し、土砂や切り株をもっこに入れ勝つに、夜にはかがりかを焚き、 対末をかざしながらの重労働が行われ、連日昼夜兼業で強行された結果、わずか8ヶ月後の同年12月末には、北見峠、白滝やバッシリ間の1 6 3トル区間を完成させた。鎖塚道路建設では、州都200人を一段として4組に分け、3里から4里を1区画として、受け持ち、15軒幅に立ち木を切り倒して、3軒幅の 道路を建設する工事が進められたが、割り当てが早く終わった組には次の工区の選択権が与えられていたため、空奇州時間とアバシリ監獄の各組の監視官で熾烈な競争が起こった。州都たちへの過酷な強制労働は、山岳部の奥地に建設現場が進むにつれて、食料運搬がうまくいかなくなったことにより、栄養失調や怪我で211人とも言われる。 多くの死亡者を出す事態となり、多大な犠牲を払った。囚人たちの傷だらけの体にやぶかやや、ぬかかの大群が襲来したほか、寒さや過労、食料を不足から来る、栄養失調から水腫病と呼ばれる全身が、膨れ上がる病が大量発生し、北富では、半年間で、出薬した千百五十人のうち九百人,人,人以上が、発病して百八十人から百三十人以上が、 死亡した。当時、囚人たちの人権は無視されていたと言ってもよく、囚トらがたとえ死んだとしても監獄費の経費節減になるという思想がまかり通っていた時代であった。囚トたちの労働生活は、全員が一本の丸太を枕として眠り、夜明け前の午前3時半の気象では、監守が大声で叫ぶほか、丸太枕を叩いて起こし、逃亡防止のために二人の足を鎖でつないで、 刺役させられていた。監視たちは携帯したピストルとサーベルや長棒で、シュートたちの後ろから威嚇し、強制労働の苦痛に耐えきれず逃亡を図った者は、巨歩残殺といって、見せしめのために監視にその場で切り殺されるか、逃亡できたとしても、食料を見つけることが困難な山中では、食いつなぐこともできず、結局は、作業場へ戻るしかなかったと伝えられる。 病死や残殺されていったートたちの樺は、そのまま現場近くへ捨てられて風雨にさらされたといい、やがて当時の仲間の囚人たちによって土を盛るように、かぶせられて埋葬された。後にそうしたドマンジュは入植者らによって見つけられ、掘り起こされると土に返りつつある人骨と、墓標の目印として置かれた鎖がそのまま出てきた、ことから鎖塚と呼ばれるようになり、 鎖で繋がれたままの二人の白骨も発見されている。北見市の JR 比牛内駅の周辺でも三基の鎖塚が残されている。囚人労働の投入によって、北海道のインフラ整備事業として、初代北海道庁長官の岩村が必要と指摘した七つの幹線道路はすべて着手された。その幹線道路とは、第一に石狩道路、第二に手塩道路、 第3に、北見道路。第4に、阿波尻洋山間。第5に、しべ着城間。第6に、しべ茶消し間。第7に、大津伏子間である。文献や資料などによれば、中央道路に含まれる、石狩道路、北見道路の他にも、以下に挙げる区間の道路が、囚人労働によって改作された道路としている。 札幌と旭川が鉄路で結ばれた1898年よりも、以前、北海道内の道北、道東地域に、州都たちの手によって切り開かれた道路インフラにより、上川以北や北見、網走地方に、開拓の道が開かれるようになり、1891年に、上川の長山、翌1892年には、東旭川、1893年には、東間に、 それぞれトンデン兵400個ほどの入植があった。札幌の月サムで編成された陸軍第7師団が旭川に進出できたのは、州都によって開かれた上川道路があったことにより、旭川が東北の中心地として歩み始めていたからである。旭川網走間の中央道路が開通されると、翌年の1892年以降には、その経路上に次々と1号から12号、 間接駅停所が開設された。ただし、中央道路は開通後から、あまり利用するものがなく、長く手入れがなされなかったために、その後はかなり荒れてしまった。1897年から1898年には、トンデン兵第四大隊が、中央道路を通って、丹野町に入植した。釧路州時間があったしべち周辺では、釧路を起点に、しべ茶を、 中継地とする道路網が急速にできていき、これに伴って、旗子や、両院店などの商業も栄えて、次第に街並みも整っていった。道内に修士館が設置されて、以来、囚人たちは道路づくりなどの重労働に、刺激させられていたが、一方では、大きな矛盾を含んでいた。内務大臣の井上薫は1894年の北海道に関する意見書において、 北海道に多数の囚人が送られてくることは、北海道の宅職上の利益が見出せないばかりか、害があるとして、それまでの明治政府の政策に大きな疑問を投げかけた。井上がこのような指摘した背景には、民間により、本州から囚人同様の安価な労働力、いわゆるドコ部ベヤが流入してきたことが挙げられている。また、 第四代北海道庁長官の北垣国道は1893年3月に出した北海道開拓一見具新書の中で脱獄州に対して地域社会はヒグマや狼よりも恐怖感を抱いている存在であることを指摘した。さらに井上は今後のインフラ整備の第一は従来の道路拡張ではなく鉄道の整備を挙げており、北垣は これまでの道路整備によって人口が増加した現在となっては、脱獄州が容易に人家を襲い逃亡することが可能になったので、鉄道建設に関して労働力の中心に囚人を利用すべきではないと指摘している。こうして、明治20年代後半の北海道におけるインフラ整備の方向性と囚人労働の利便性との関係で、囚人労働はその意義を減少させた。そして、 囚人労働があまりにも過酷であることから批判する意見が出るようになり、囚人は果たして二重の刑罰を課されるべきかと国会で追及されるに及び、囚人労働による外役は1894年をもって廃止された。以後は大規模な外役はなく、もっぱら農耕と内役が中心となった。しかしながら、強制労働としての性格は、後に、 本州方面から出稼ぎ労働として、一般独風を募集して、土工部屋に収容して、道内土木事業に、反強制的に借り立てさせた、タコ労働へと引き継がれていくこととなった。北見峠町上にある中央、道路改作殉職者異例の引き多見道路においては、1958年5月に、円軽町瀬戸瀬青年団が40体を超える遺骨を、発掘して瀬戸瀬墓地に埋葬しており、 その後1976年になってから、瀬戸瀬夫人会によって、その発掘後に、慰霊碑が建てられた。また、これまで、北見道路では60体近い遺体が発見されており、1974年8月に、北見峠では、中央道路改作殉職者慰霊の碑が建てられている。取る量週末券ちまず持ってご予定あいなりたく、伺いと読む。石狩川の上流に、 最初の修士官が置かれることになったのは、内務省の意向を受けて、月形清が行った、北海道の調査結果によるもので、後に月型は、川戸修士官の天国となった。AB、北海道三県巡視副名所の中の一節で、金子は修士官の囚人を利用して、道路改作を行えば安価に行えるとした上で、トラは道徳に背いている悪党であるから、 懲罰として区域させれば工事が安く上がり、たとえ死んでも監獄費の節約になり、一挙両得であるという意味の主張した。さらに金子は、北海道における妊婦1日あたりの賃金が40銭の時代に、囚人はわずかに18銭であるところから、いかに廉価であるかを強調している。ありがとうございます。